カリフォルニアはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦。カリフォルニア級原子力ミサイル巡洋艦の一番艦。艦名はカリフォルニア州にちなみ、その名を持つ艦としては6隻目。カリフォルニア及び姉妹艦のサウスカロライナはターター艦対空ミサイル、ハープーン艦隊艦ミサイルを発射できるマーク -13 ミサイルランチャーを艦の前後にそれぞれ1機ずつ装備し、 また同様に5インチ速射砲も1機ずつ装備していた。両艦は後部の上部構造に飛行艦板とともにユニークな配置が行われていた。対潜水艦専用の装備を備え、対空、水上、水中すべての脅威に対して対応する能力を保有した。カリフォルニアはバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で1970年1月23日に寄港した。 1971年9月22日にアメリカ合衆国のファーストレディ、パット・ニクソンによって浸水し、1974年2月16日にフロイド・ H ミラージュニア館長の指揮下収益した。当初は DLGN として収益したが、1975年6月30日に CGN に艦主変更された。カリフォルニアは、 カリフォルニア州でのゴールドラッシュと周期にデザインされた灰色イイマにちなんでゴールデングリズリーゴールデングリズリーの愛称で呼ばれた。1977年にイギリスのポーツマスで行われたエリザベス2世位即位25周年記念式典にアメリカ海軍の代表として参加した。1980年には1964年にエンタープライズとその任務軍が果たして以来の 地球周回を成し遂げた。カリフォルニアは1999年7月9日に退役し除籍される。その後原子力艦再利用プログラムに基づき1998年10月1日にピュージェットサウンド海軍交渉で解体が始まった。艦の原子炉は2001年初めに撤去された。しかしながら再利用プログラムは2005年時点で継続している。 作家のジェラニア・イエイツは1974年と1998年にカリフォルニアで軍務についている。2005年に彼はベイオブ・ワンハンドレッド・ファイヤーズを出版したが、同作ではカリフォルニアがオーバーホールの上回収され、イラク攻撃に重要な役割を果たすというものであった。ありがとうございます。